こんにちは、ケンシです。山本です。今回なんですけれども、はい、年に2回開催しているオールキャンパーズジャパン、はい、サンライズやっていきたいと思います、はい、で今回、うん、5回目の開催になるんですけれども、ね、本日は、うん、明日が本番なんで、うん、前の準備ですね、はい、今あっちでいろいろ設営をして、うん、ステージ立てたりいろんなブースの準備とか、うん、エキシビジョンで僕らのサイト、うん、山本くんが普段 YouTube で撮影しているようなセットを出して、うん、はい、まあ、それ明日見てもらうと、うん、でそれが終わったらたくさんお酒を飲んで、はい、前夜祭を楽しんでいこうと行きましょう思います、はい、でそして今回は撮影クルーとして、はい、ウエディさんと、はい、てっちゃんさん、てっちゃん来てくれておりますので、はい、ちょっといつもと違う映像を楽しんでいただければと思います、はい、山本くんか何か意気込みありますか？そうですね、まあ今日金曜日ですけど、うん、日曜日まで駆け抜けて僕が一番、はい、一番楽しもうかな、ナンバーワン、ナンバーワンを目指していこうかなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。じゃあそれでは準備いってみよう。おはようございます。どうですか今日一日。いやー最悪ですね、朝から最悪ですね。最高で始まるんですか、これ。って最悪から始まって上がっていくから。あ、なるほど。そのコントラストを楽しんでいくのが今回のイベントですね。今日の意気込みのが今回の意気込みはみんながより楽しく過ごせるように努めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。朝7時ですけど、よろしくお願いします。おい、よろしくお願いしますっていうか、そう、気合とかどんな感じでありますか？なんすかね、昨日前夜祭だいぶ楽しかったんですけど、まあ、それ以上に本日は楽しんでいこうかなと。なんか記憶ないみたいですけど。ないっすね。私は誰？私は誰？ここはどこ？そこまで行ってないけど。まあ怪我なく元気に楽しく皆さんを迎え入れれたらなと思います。朝7時に酒飲んでるのにコメントバリプなんすて。まだ大丈夫。まだ大丈夫です。今からアーリーチェックインですけど、アーリーチェックインのお出迎えに行きます。お、皆さんをお出迎えて。大丈夫ですか？二人は全然大丈夫。全然大丈夫ですか？ヤマトに助けてもらったから、はい、昨日いや、バッチリ、バッチリテントの中にね、ぶち込まれたから、はい、ここでダーン乱暴。太郎さんです。ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。ひどい目やりましたね。ひどい目やった。台風でした。台風だった。こうやって飲んでました。だって、よいしょ。やってた、それやってた。今回は、はい、サケスキーさんとオールキャンパーズジャパンのコラボの酒マスター。かっこいい。ね、これを首に下げて。なるほどなるほど、うん、これでお酒をもらうと。なるほどね、めっちゃおしゃれ。練り歩くでしょ。練り歩く。いいですか？いいですか？いいですか？いいよ。パパ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 パ
です。先生師匠ありがとう。あれから寝てねえよ俺も。大きい借金してきちゃってさ。でも後悔してないんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。ちょっといいですか、目玉の。はい、酒癖です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう行っちゃっていいですか。パパ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 パ
カオリン。まだ準備中ですが。カオリンさん。おー！おーマイガー！あぶねー！おーマイガー！あぶねー！あぶねー！あんまこぼれてない。そういう気のつき？そう。それでは、はい。酒好き。ありがとうございます。はい。オリカパジャパン2023ライト楽しんでいきましょう。キャバイ！キャバイ！はい、パー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 まだこれまあ9時ぐらいテンションがもう10時やばいやばい、まだオープンしておりませんよ。10時オープン、お出迎えの時間ですね。アーリーチェックイン8時半なんで、おはようございます。うわすごい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 おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。嬉しいね。おはようございます。おい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 みんな、おはようございます。おはようございます。おかげだけど。これシャツ、シャツはえらいことになってますけど。シャツは、シャツ大ファンの方ですか。あら、すごいですね。はい。なるほどなるほど。すげえシャツ着て、これ特別に作りはったんですか。はい、作りました。2冊して。やばい。すげえ。すげえ。なるほど。やばい。これめっちゃ上かったですよね。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。ステージがあるんで、それ終わったらすぐに。はい、もうその辺でもう著作権フリーなんで僕ら。はい、頑張ってください。また後で。すぐ見守るの。やだな。よかった、早かった。さあ、ここからは何があるんですか。これから乾杯のステージ挨拶があるので、ちょっとエンジンかけていきたいと思います。なるほど、はい、泉さんよろしくお願いします。さっきも出ました、何回でも俺の女何度でも何度でも何度でも紹介します。手めっちゃ気になるんですけど、私、鳥さんはもうどれくらい前、最初にご一緒したのが3年ぐらい前だと思うんですけど、なんかこう結構成長が違うっていうか。ありがとうございます。発言が、そうそうそう、行動が、行動と発言が割となんかこう、なんかありましたっけ。なんだろう、タレントさんぽくなって、なんか最初はもっとね、なんか、賞賛。お客さんも集まってきてるんで、本当ですね。ワクワクしてる感じあるんで、楽しみにしておりますので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の冠スポンサーです。もう今日楽しんじゃいましょう。キャバイ。もうオープニング終わって、早速次は何が。次はエキシビジョンで、はい、
ジャグリーさんのイベントを。なるほど、コラボのやっていきましょう。コラボイベントでなんか絶対当たるらしいですね。よいしょ。あ、いいね、いいね、いいね、横いいね。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。出雲の虫釣り好きですか？はい。あ、うわ、こんなにいろんなファンの方がいるみたいで、今日は皆さんでキャンプして帰られるんですか？1日泊まって、そうです、明日まで。ここから虫釣りさんもあの乾杯ずっとしてるんで、一緒に楽しんでいってください。よかったら虫釣りさんにメッセージを。気持ちいい。キャンパーキャンパーキャンパー。虫釣り大ファンの方ですか？はい、ヤマト大好きです。もう結構こういうイベント参加されてるんですか？普段3回目です。私は初です。あ、デビューです。はい、初なんですね。これは初キャンプなんだっていう。あ、なるほど。今日はもうお泊まりして帰られるんですか？はい。お二人メッセージがあれば。いっぱい飲みます。イエイ。なんかどうやらちょっとお酒マンのグラスがあるみたいなんですが。あるある、あります。皆さんファンの方ですか？僕は2回目です。あ、なるほどなるほど。普段 YouTube をご覧になったり。はい、あの YouTube を。あ、なるほどね。はい、拝見させてもらってます。あ、来た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 。どうもです。一番飲む人。一番飲む人ですか？これ出雲の虫釣りの動画に使う可能性があるので使ってください。メッセージなどあれば。大好きです。あの、もう酔ってます？はい、酔ってます。フリーザーをね、作ってくれてる、はい、安田製作所のきょうちゃんでございます。きょうちゃんです。よろしくお願いします。本日の意気込みは？頑張ります。ちなみに虫釣りパイセン、次は何のコーナーですか？うまそうにも選手権ですね。日向、はい、日向さんのやってるうまそうに飲む選手権で僕らがそれの採点をするという。うまそうに飲む選手権、どれだけうまそうに飲めるかっていう。僕には勝てないんですけど、それを上を越えてくるやつがいるんだったらその人優勝にします。やつって、おいで。そいつ、おいで。こいつら、やつ、こいつら。普通じゃん、もうここにいるパターンなんですね。はい、審査員の虫釣りのお二人。選手権、はい、サポテトパイ日向、どんなものか説明していただけますか？はい、昨年もやったので、皆さんご存知かと思うんですけれども、うまそうに飲む選手権はその通り、うまそうに飲むリアクションがいかにできるかという、はい、選手権をしております、はいはい、私が一番うまいです。本当ですか？ちょ、私が一番うまいんでやらせてほしいです。あ、今、ね、今、はい、今あ、そっか、いっぱいでね、おい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 、これより最高な人生はあるのかよ。めちゃうまい、めちゃうまい、いただきました。キャンパイさせてください。緊張しますよ。キャンパイ。足震えてます。頑張って。頑張れ。エニアさん。いつも隣で支えてくれてありがとうございます。自分が病気を患ったことがあるんですけれども、その時も隣でいつも支えてくれてありがとうございます。自分はコロナ禍で母親を亡くしてるんですけれども、非常事態宣言があって、兵庫県が実家なので、なかなか帰れない、死んでにもないっていうところで、かなり落ち込んではいたんですけど、その時も隣で励ましてくれてありがとうございます。数えきれないぐらいありがとうはあります。6年間ずっと隣にいてくれてありがとうございます。もし叶うならば、この先も僕はあなたの隣にいたいです。エイナさん、僕と結婚してください。お願いします。エイナさん、どうでしょう？はい。
あの、僕も言えなかったことは言いました。ありがとうございます。最高だった。ありがとうございます。めちゃくちゃ良かった。すごい嬉しかった。本当に嬉しかった。おめでとうございます。ありがとうございます。ねえ。ありがとうございます。めちゃめちゃ頑張りましたね。言いたいこと半分も言えなかったです。本当。いやでも素敵でした。ありがとうございます。もう緊張して何喋ったかもう覚えてないです。泣きましたからね。めちゃくちゃうっ、これは良かったですね。おめでとうございます。自分が泣かないように気をつけました。男ですね。お笑いライブっていいよね。めっちゃおもろいです ね。30分どうやってやり過ごすんだろうってテレビで見るとさ、そうっすね、5分とか10分しかないじゃん、うん、30分もずっとみんな笑って ね、しかもなんかみんな盛り上げてくれるから、テレビ弱ぐらいの感覚の速さの体感やったっすね。芸人さんのライブっていうのを僕ら、はい、2回前から見せてもらってるんですけど、うん、またそのテレビで見てた姿とまた違うライブ感があって、そうだね、圧倒的、圧倒的。そしてこの次は一体何のコーナーが、トークライブですね。トークライブですね、はい、これは主水さんも出て、はい、頑張っていきたいと思います。なんかさっき変な人に絡まれてめちゃくちゃ酒飲まされたんですよ。で今寝込んでます。危ねー。これを見たことあるんじゃないですか。これ自体は本当にあのソフトクーラーバッグなんですけど、うんうん、何が入ってるの。出たよいしょー。しかも書いてます。もう書いてる、書いてます。お酒書いております。これはどこですか。これはあのビールも入れる、さもうグララなんで、うんうん、ビールも入れるし氷も入れたら、もう氷もこれでもう1日でも全然溶けないぐらい、グララをスタンレーですもん。これだからね、動画俺らコラボした初期の頃から、ね、そう初期の頃、そうです、多分100万再生始めていった時ぐらいの動画によく出てた。良かったですけど、はい、めちゃくちゃ盛り上がっちゃいましたね。盛り上がっちゃいました。盛り上がってあの雨が降ってたからすごい幻想的だったね。いきなりライブ感が、確かにライブ感がめちゃくちゃすごくて、最後もう残すところ DJ タイムだけですけど、はい、DJ タイムがただあと4時間、4時間ぐらいある。疲れどうですか。最悪です。いや大丈夫って言うんですか。最悪です。ここの2人ずっと正直に言ってくるけど、眠たいとかずっとピーク。ハイボール飲みてえやついるかー。オールキャンパーズジャパンサンライズ2024、はい、飲んでますか。飲んでます。まだ足りない、足りない。今何ソングで大体ね、教えない字、ソングで大体ね、まだお昼か、まだお昼か。一つ言えることは、26時まで飲み続けること。初日お疲れ様でした。お疲れ。かっこいい、どうした。クソ伸び。使え、BGM も鳴ってるし、使えんのかなこれ。あの明日、まあ今はとりあえず12時ぐらいなんですけど、ここから2時まであるんで、うん、みんなで全力楽しんでやっていきましょう。行きましょう。ありがとうございました。まだ行きましょう。まだまだ行きましょう。乾杯。オールキャンパスジャパン2024 2日目です。皆さんお元気ですか。お疲れ様です。1日目と比べて全然元気ないじゃないですか。明らかに元気ですか。イエーイ。オールキャンパーズジャパンサンライズ204、皆さん楽しみましたか。
53万次回まで行くぞキャバありがとうございました。一瞬でしたね。寂しいっす。おっちゃんの寂しい。まあ、寂しいっすね。ね、昨日だし。昨日の夜エゴかったっすね。エゴかったですね。いい音楽といいお酒と、ねね、いい人たちに囲まれて。なんかポケットに5万円ぐらい入ってたのになくなっちゃって。困んなくなった。立ち飲み屋で。みんなで飲むぞーって言って、うん、みんなにおごったらなくなっちゃった俺も朝スマホがなくてあのテントにあって、うん、一発目開いたらペイペイのページだった多分みんなにおごったんだろうね、ペイペイしたんだろうね。それではオールキャンパーズジャパン2024、はい、サンライズどうでした。いやー楽しかったねー、まあ、悔いがあるとすれば、うん、胃が足りない。美味しいもの、美味しいお酒がいっぱいあるんだけど、うんうん、それをちょっと全部食べきれなかったのがちょっと悔いが残ってます、うんうんうん、でもめちゃくちゃ人も良かったし、うん、食べたもの全部美味しかったし、ね、飲んだお酒全部美味しかったんで、うんうん、もう最高でございました。最高でございました。どうですか、お笑いライブもね。ああ、よかったね。めちゃくちゃ盛り上がったし、うんうんうん、シーモさんもね、うん、爆盛り上がりで、うんうんうん、こんなに盛り上がるんかくらいやっちゃいましたね。ね、そして夜もあんま覚えてないですけどなんとなく楽しかったなってことだけは覚えてるんで、ごまんなくなってごまんなくなってそう、でも心はほっこりしてます。ほっこりしてますということで次はね、はい、2024サンセットファミリーキャンプ向けのイベントが秋にあるので、うん、なんか気になった感じがあれば、うん、ぜひご参加していただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。乾杯。